で、なんかそのリベリオバトルってやつがあって、それなんか本の内容はまあちょっとは言っていいけど、なんかあの読んでもらうためのおすすめする文みたいなやつなんですけど、なんかマジであのなんかいきなりあのなんか本当になんかずなんかあなんか学校行きてない日にいろいろはなんか進んでて、もうなんか何やればいいか本当に全然分かんなくて、昨日の夜一年も頑張って夜やったんですけど、ねマジで本読んだことあるやつを普通やるんですけど、あんな本当に本読まないから、普段家には何にも本ないから、もうなんか探ネットで探るに探って探ってやったからまあこれは内緒なんですけど、だから多分その本の内容が全く分かってないから、あのちょっと行きますよ。皆さんは転生物と聞いてどんな内容を連想しますか？私が今回紹介するカラフルという本では、死んだはずの主人公がもう一回チャンスをやると言われて条件付きで新しい命を与えられる、そんな物語です。この物語では冒頭に天使という非現実的な設定があります。しかし僕の行動はあくまで現実のうちに留まっていたものになっています。その中で僕が次第に現実を見据えて生きていくという成長物語がとても魅力的です。だんだん読み進めていくうちに、知りたい聞きたいとぐいぐい引きつけていかれるよう、引き込まれて止まらなくなります。読むのが止まらなくなります。読めば読むほど謎が深まっていったり、推測をしながら読むことがとても楽しいです。一度すべて読んでも二度三度と何回でも読み直したくなると感じました。ぜひ皆さんにもこの不思議な感覚を楽しんでほしいです。おかしい。あ、いい？オッケー。あ、いい？オッケー。あ、よかった。誰に聞くよりさ、大人がいっぱいいる世界はショールームだと思って、ショールームに聞くが一番だと思った。よかった。ちょっとこれ読む練習します。絶対止まるから。なんか本当は多分見ない方が点数は上がるんですけど、もうさすがに今からこれをロードあの全部覚えるのは絶対無理だと思って、もう書かない選択肢も一応あったんですけど、まあ書かないと自分が恥ずかしい目に遭うだけだなって思って、なんかこれの本のなんか紹介文みたいなやつをいろんなとこからちょっとずつ切り抜いて、バレないようにちょっとずつ切り抜いて全部詰め込んだ。なんか本当はなんか全然有名じゃない本の方が多分誰も知らないから、国語の先生とかなんかちょっと有名なやつだったら知ってるなと思って、でもなんかこれはなんかちょっとなんか有名なやつ、映画もやってたみたいなあれで。本当にアナちゃんが書いてるかもだよね、なんかさ、まあでも書かない方がいいよね。何というかアニメ、え？アニメなの？え、なんか小説で出てきたんだけど、まあ多分ね、なんか雑誌とかでも何でもいいから多分何でもいいと思います。転生物って読んでた、うん、え、違う？転がる生物？
転がるに生物って書いて、なんていうの、転生物じゃないの、違うと思う、ええ、なんて読む、転生物か、転生物か、ありがとうございます、よかった、出だしから失敗するとこだった。皆さんは転生物と聞いてどんな内容を想像しますか。私が今回紹介するカラフルという本では、死んだはずの主人公がもう一回チャンスをやると言われて、条件付きで新しい命を与えられる、そんな物語です。この物語で、物語多いね、まあでもそんな誰も気にしないね。この物語では冒頭に天使という非現実的な設定があります。しかし僕の行動はあくまで現実のうちに、ロマドマ、ここがちょっとよくわかんないよね。しかし僕の行動はあくまで現実のうちにとどまったものとなっています。その中で僕が次第に現実を見据えて、見据えてとかあんなん絶対言わないもんね。現実を見据えて生きていくという、生きていこうとする成長物語な面がとても魅力的です。だんだん読み進めていくうちに、知りたい、聞きたいとぐいぐい引き込まれて、止まらなく読むのが止まらなくなります。読めば読むほど謎が深まったり、推測しながら読むことがとても楽しいです。一度すべて読んで、二度三度もっと何回でも読み返したくなりました。ぜひ皆さんもこの不思議な気持ちを楽しんでみてほしいです。現実の範囲内、あ、そっちの方がいい、いきなり僕が出てくるのが分かるだよね。このもうもう、でもどういう物語か分かんない。現実を見据えているという、見据えてというのが普段使ってなさそうで、うん、あのもうもう、現実の範囲内、しかし、このままにも、しかし僕、主人公の、まあ多分勝手に主人公にしちゃう、多分主人公だから、主人公の僕、主人公の僕でしょうか、この物語では冒頭に天使という非現実的な設定があります。しかし主人公の僕の行動はあくまで現実のうちにとどまっていない、みたいな、あれだったらいける、しかし主人公の現実の範囲内、現実の範囲内にとどまっ、はい、現実の範囲内にとどまったものになっています。現実の範囲内、あ、折れた、範囲内にとどまった、読書感想文、なんかね、ビブレオバトルっていうなんかやつ、うん、
しぶりにこんなにね眠くて頑張った。頑張ってるの好きで飲む。あーね、怖いな、怖いよ、本当に怖い。あ、なんかこういうの本当に苦手。まあでもね、みんな嫌だからしょうがない、みんな一緒だ。そんな意外と人に詳しく聞かれてないからね。先生、先生ぐらいだよちゃんと聞いてるんだ。ラブリンちゃんありがとうございます。ビブレオバトル、じゃあもう一回聞いて、もう一回聞いてみてください。ちょっと皆さんは転生ものと聞いてどんな内容を連想しますか。私が今回紹介するカラフルという本では、死んだはずの主人公がもう一回、あ、ここで主人公使っとる、主人公がもう一回チャンスをやると言われて条件付きで新しい命を与えられる、そんな物語です。この物語では冒頭に天使という非現実的な設定があります。しかし主人公の僕の行動はあくまで現実の範囲内にとどまったものとなっています。その中で僕が次第に現実を見据えて生きていくとする成長物語な面がとても魅力的です。だんだん読み進めていくうちに、知りたい聞きたいとぐいぐい引き込まれて読むのが止まらなくなります。読めば読むほど謎が深まっていったり、推測などをしながら読むことがとても楽しいです。一度すべて読んでも2度3度と何回でも読みたくなってしまうと感じました。ぜひ皆さんにもこの不思議な体験をしてほしいです。まだもうちょっと何か思うな。それでも青春は続くんな。よき、オッケー。じゃあもうこれでいきます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に寒い。本当に3回も読みたくなったな。さ、まだ1回も読んでないんだけどね。いや、本当に読んでない、1ミリも読んでない。こういう時に本が家に1冊ないと困るってことだよね。初めて本がなくて困りました。すげえバーなんです。嘘。なでも読んだ風に行くのだよな。主人公じゃなかったらどうしようっていうのが気になる。まあ大丈夫だよ。主人公、杉山さん主人公じゃないよね。それ、あ、すみません、あのなんかちょっと間違えちゃって、あーなるほどね、これでいけるだから大丈夫。まあ、こういうところに天才っていうのはね使わなきゃね。バトルでもそう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 。でこれでさ1位とか決めるのかな。セブンナッツ、あれ、あのめっちゃ欲しいの本カバー。でも20冊買わなきゃいけないんだっけ。マジで欲しい、あのカバーめっちゃ欲しい。あとお水も本当に欲しいの。あのもうね、誰、本当に誰のでもいいから、お水欲しい。お水と本のブックカバー、セブンネットさんの読んでると思って聞いてた。なそうやって思った、そういう皆さんそういう設定で今日学校の子聞いてくれると思う。20冊じゃなかったっけ、あの見たんですけど、なんかまあに読めないなと思って。読め、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。見てくださった生産脈48人の方ありがとうございました。
コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。あ、単品で買えるのかな、でもめっちゃ欲しいってことで、明日の連絡をお待たします。ということでありがとうございました。頑張ってきます。またな、バイバーイ。あれ違う。